ジャニーズジュニアの中村和也さんにお越しいただきまして、はい、ジャニーズ事務所で起こったこと、また今、ジャニーズ事務所の対応をどういうふうにご覧になっているかというのをです、ね、じっくり伺っていきたいと思っているんですが、はい、この間、ですね中村さん民主党の、民主党のヒアリング、立イ,イケメンですよね、はい、ヒアリングに出てたのを私も拝見したんですけれども、はい、あそこに出るに至った心境の、どういう。 経緯があってですねあそこに出てこられて、かなりしっかりあそこでしゃべられていて、ですねまた、ジャニーズ事務所の対応として良くないということを、はい、あのおっしゃってたと思うんですけれども。はい、まず、そうですね声を上げようと思ったのは、あのカウアンさんの記者会見を拝見してからなんですけれども、ちょっと数日間考えて、えー、ちょっとあの、 自分も声を上げたいなっていうところからまず文春さんですね。で、えー、取り上げていただいてその流れから国対ヒアリングの流れんですけど。自分もっていうのは、はい、その前にこう文春さんのアクセスがあって考えてはいえー、とこの河野さんの会見を見てこのことをどこにまず あの声を上げたらいいのかなっていうところからだったんですけども、うん、まあ友人からあの文春に行ったらいいんじゃないってことで<ー>自分からですねカウアンさんのまあ会見私たちもこう確かに BBC がやった時はみんな見てるけど、うん、でもメディアも静かで、うんはい、でも実際やっぱり顔出し実名っていう形でああいう形でね出てきた時は、はい、やっぱり私たちももう。 あのね、これは報じないわけにはいかないってなるしあの、まあ、確かにどうやってあの BBC の人たちにアクセスするかっていうところがまずあのやってる、ね、人たちからするとそんな関門じゃないんでしょうけど私たちからうあの BBC に出てる人にどうアクセスすればいいのかなってすごいそこが難しかったんですけど、まあはい、彼自らこう出てきてくれたんでびっくりしたんですけど。あの ここ最近、はい、それこそ、えー、とカオアンさんの前には、まあ、伊藤栞里さんで女性ですけど、はい、あのジャーナリストの方が性暴行に関して告発したりあと、ええ、昨年ですと五ノイリナスさんが2021年あの自衛隊の<ん>にいた方があ、はいまあ、告発をされたりとか続いててここ最近のこう「MeToo」とか「WeToo」って言われてますけど<ん>、まあ、自らこう被害をね、ええ、顔を出して声を上げるみたいな、はい、ああいう動きをもともとこうそのどういう。 目で見ててたののかっていうのはありますか正直カウさんの会見を見るまではあまりそうですね自分としてはあまり、はい、知らなかった。そうか <laughs> やっぱり川ウさんの会見を見てやっぱりこういうことは声を上げていかなきゃいけないというふうに思ったという そうですねまあそれは一番あのまずその被害があったかどうかっていうこの真実の部分をやはり自分も声を出していたかったっていうそれはやっぱり、まあ、カオアンさんもカオアンさんで、はい、ずっと結構秘めてたものがあって、えー、でも去年かパニック障害が出たりさまざ、あ、まなこうトラブルが重なって、はい、やっぱりこうずっと蓋をしてたことを、うん、友達に聞かれてもあの。 そういうのはやっぱありましたかやっぱり、まあ。いますね。自分もその被害を言えたのっていうのはやっぱり数えられるぐらいの人しか言えてないんで、まあ、今回の声を上げようっていうことに関してもそうですけどやっぱり少ししためらいましたもん、ね、それま、うんうん、やっぱり言えたのは、まあ、あの自分よりまあ一回りぐらいかなってどうぐらいわかるのかな。 でもあのー、やはりその、うん、ジャニーズ問題が、えー、声上がるにつれてやっぱりこう身近な人から「やっぱジャニーズってそういうことあったの?」っていうのが改めて耳にするようになって、うん、あまあそういったことにまたね聞かれるのもちょっとうんっていう感じもあって、うん、もう声を上げてしまった方が自分もう。 あたで、ね、あそっかそっかやっぱり余波が大きいというか、まあ、みんなジュニアでいたことは知ってるし、はい、となるとどうだったのかどうしても帰って今になってもまだ、ねうん、あ聞かれてくるっていう現状だったんでいやもうそれは実はもう被害があったんだっていうことを話して、うん、そこからちょっと鳴らしていくではないですけど、まあ、友人とかの。 反応も見て、うん、そうだったんだねっていうところから、うん、もうこのままちょっと声を上げていこうかなっていう決心に至ったま、うんまあ、周りのお友達の反応とかはご、まあ、家族も結構、まあ、あの前に出てくる、まあ、お母さんにね当時母にはもう話してそのあと辞めるっていう過程 改めてこう前に出てくるじゃないですか。はい、そのことについてご家族とか友達は応援してくれてそうですね、周りは本当に、はい、応援していただいて。やっぱりその、うん、ヒアリングに出てですね、はい、ああやってあの言って以降のいろんな。 自分自身のところに来るフィードバックとかですね、反応とかっての、ね、は随分予期してたものとは違うものだったのか、まあ、誹謗中傷は覚悟の上だったんですけれど,なるほどうん、まあ、言っても、まあ、一部の方だけで、ほとんど称賛してくれる方が多かったんで、うん、最初は答えましたけどね。ネットですか、それは。ネット上を見ちゃうと。そうですね<ー>、見ちゃいますよ、ね。見ちゃいます、うん まああのその売,売名なんだろうとか、あの何が目的なのか。そうですね、うん、まあ自分としてはその、まあ、別に芸能人とかでもないですし、まあ、普通に一般的に働いてるって感じなんで、そういったことは特にあれだったんですけど、とにかくあったかなかったか、うん、その真実だけ述べられたらなと思ってたんで。うん、あなるほど、はい、その性被害についてですね、うん やっぱり自分の中で抱えてきたものはかなりあったやっぱありますね。うん、フラッシュバックすることもありましたし、うーん、それ今までなかったことにできるのかっていうと、まあ、思い出さないことはやっぱないんで、うん、常に気きまとうっていう部分はありました。 まあ、メリー社長がですね、あジュリージュリーですね、はいあ、藤島ジュリー景子社長が出てきて、謝罪するけれども、うん、何に謝罪しているのかわからない謝罪でもあって、うん、そうです、ね、でそういう中で、この事務所側の対応って、どういうふうにご覧になってますかいやまず、その、うんうん、記者会見行われて、まず知らなかったっていうことに関して。 いや知ってたよねっていうところだと思うんですよ。うんまあ、あと裁判もやってたと思うんで、うん、当時そのことは知らなかったんですけども、はい、まずそのあったことを認めて、えー、そのまあそうですねその上で第三者委員会、うん、のその性暴力に関しての再発防止っていうのをもっと積極的に。 やっていただきたいっていう形ですよね、うん。謝ったことには驚きました。どうでしたか？最初、あの、うん、いや藤島社長が出てきた時にですね。うもうその会見に関してはどっちつかずのことであったりで。でもう知らなかったっていう言葉しか印象に自分はないですね。なるほどね。はい、あの。 ジュリーさんとはどっかでお会いしたり、見たこと。い<や>それはなんかはな、はい。見たこともあったこともないです。ただ、まあ、もう家族経営的なところもあるし、ええ、取締役だったりはするし。そういう重要ポジションにいる人が、ええ、まあ、あの経営はほとんど自分は感知できなかったんだとジュリーさんは言ってますけど。ええ、でも、その、まあ、事務所の中で起きたこととか、まあ、いろんなトラブルとかね。ええ、そういうことまで、知らないってことは。ないんだろう,う。ないと思いますけどね。 そういう意味では、まあ、あの初めて、まあ、今まで社長が出てきたことはなかったんで踏み込んだは踏み込んだけどでも1分のこう人がいる場じゃないところで撮った動画だった、ね、そうみたいですね、はい、そういうのもやっぱりおかしいなっていうのは思,った思われましたうん、まあ、あの会見を見て逆に納得できなくなった。なったあ 会見というのは藤島ジュリー社長が出てきたビ、ねはい、デオのことですか、そうですね、あなるほど。うん、やっぱり事務所が記者会見をしてないのはおかしいということは、この前もおっしゃってたと思うんですけど、ええ、その点についてはどういうふうに、はいまあ、今そうですあの、対策チーム、まあ、立ち上がってますけれども、まあれも結局、なんていうんですかね、中身、中間報告もない。 とかっていうあとまだ期限もないっていう話で、うん、かなりのこう不透明な感じにしか感じないんで、うんうん、な,なんだろうかな。どこまでいや明らかにしてくれるのかなって、うん、そのいつまでにも規模感も見えなかったですね。何人に聞いたかとか個人情報も、うんえー、保ちながらだと思うんですけども。 その辺の報告もいただきたいですよね。うんうん